授業中なんだけど。後部では、風紀部委員長鎌氷イラだ。2年後気味の諸君、君たちの中にこの本能寺学園に気が向く者がいることが判明した。弁明は聞かん、即刻処罰する。催涙弾などで逃げられると思うか。一つ星極制服を盗み出したのはやはり貴様か。どうした、着てみろ。おお、すごい。心も体も力がみなぎってくる。やった、これが体が素早く動く。そうだ、それが極制服の力だ。よし、くらえ。だがな、俺の極制服は三つ星なんだよ。一つ星程度の攻撃、地球の手がない。極制服を持ち出してどうするつもりだ。大方神戸あたりの犬だろうが、貴様たちには宝の持ち腐れだ。貴様には極制服は似合わん。